どうも徳さんです。本日はオープン戦の様子をお届けします。お相手はゼブラさん、神奈川県の強豪チームでございます。ちなみに去年のプロ野球ジャパン甲子園大会関東大会に出場しておりました。あっぱれのサメはご覧の通り、私は2番サード、今年また2番にちょっと返り咲いてますね。ライパチは6番レフト、もはやライパチではないという打順になっております。さあ1イニング目見ていきます。先頭の順、しっかりズバッと決まるんですが、これゼブラさんの先発ピッチャー11番の方ですね、非常にいいボールを放ってます。この大きいカーブ、最後は打たされるような形になり、ないかないっていうね。この日このコンビネーション、あっぱれの打撃陣苦しめられます。私これ3-2だったんですけども、これチェンジアップなんでしょうかね、傾けでしたところ拾いきれませんでした。さあそして高見、これもねこうちょっと変化させるボールと速いボールと落差のあるカーブっていうので、結構ね苦戦しそうだなっていう印象を受ける、そんな初回でした。一方先発、あっぱれの先発は竹俣、これにゾイはちょっと休養でキャッチャーはコータ、この日ちょっと変な天気でしたね。先頭バッターを見逃し三振、2番バッターはセンターフライ、3番バッターは空振り、攻撃するも一塁転送で3アウトチェンジ、危なげないピッチングで初回無失点、いいですね。これちなみにオープン戦なんですけども、もう本当結構公式戦を意識したことを我々やっていこうっていうことをやってます。さあ初回苦しめられましたが、4番海星がターン、うわーえぐい、ドーン、うわーえぐい、パーン、うわーえぐい、うわーめっちゃ飛んだ、やばー、伸びのあるストレートを打ち返しまして、走らないぞボールが、止まるぞ、2つのボールも超飛びました、飛びすぎやろ、ホームラン、いいですね4番ストレート一振り、スローで見ていきます。やっぱボール自体はねこう甘めだったと思うんですけども、それをしっかりと仕留められたり、やはり海星4番たるゆえん、さらにはこの飛距離ですね、力感のないスイングなんですが、やはり持ってますね、パワー、地の果てまで飛ぶとはやっぱこのことなんですよね。普通の球場でも間違いなく入ってる飛距離でした。さあその後ワンアウト1、2塁の大チャンスで、バッターは久しぶりのスタメン和山本、シートノックのようなサードゴロ打ってしまってゲッツー、追加点ならずということで、ちょっと惜しかったですよね。さあこのイニングは1点止まりでございました。さあその裏、実はこんなプレーがありました。完全に打ち取った打球、セカンドのショートライトのかもしれない、相手に落ちます、連携ミスですね、どちらも声を出さなかったっていうね。さらに竹俣デッドボール当ててしまい、ノーアウトランナー1、2塁のピンチ、先制点をね取った後しっかり守りたいところなんですが、ここはインフィールドフライ、ファーストフライでワンアウト、続く打者を追い込んで、見逃し三振、いいですね。これピンチになった時にしっかりアウトを積み重ねるのが竹俣の真骨頂と言っていいかもしれないですね。最後ショートゴロに抑えてピンチを招くも無失点、この粘りの投球、この人は臨在でございます。さあそして3回あっぱれの攻撃なんですが、ワンアウト1塁、1塁には順がいます。これねゼブラさんのキャッチャー見せます。これね、試合後ご挨拶いただいたんですが、元独立リーガー、いいスタートは切ってます。しかしこの弾丸送球アウト、
そう、先ほどもお話ししましたが、実はこちらのキャッチャーなんですが、にお招きいただき、どこの我々新生福島レッドホープスの取材に行ってまいりましたでございました。以前あのキャンプですね、取材に行かせていただいた時の映像なんですが、私とってね、このキャッチャーではなく、次このキャッチャー、このキャッチャーが小倉選手、ね、非常にいいキャッチャーです。やっぱりこうね、いいスタートを切ってます。これ低めのね、非常に難しいボールですけども、握り替えとステップ、そして、セカンドへのね、この低い弾道投げる方の強さ、もう完璧でしょうね。こうなるとまあ盗塁、いいスタート切るともまあしゃーないといったところでしょうか。そして、海星のホームランはあったものの、あっぱれ打線完全に抑え込まれ、さらにあのゼブラさん、めちゃくちゃいいプレーありました。これ、コータのうまく左中間に払った打球、落ちるかなと思ったんですが、このセンターダイビングキャッチ。これはもうね、拍手喝采でした、両チーム。さあ一方、竹虎は4回からの登板、ね、こう見逃し三振取るなど、非常にいいピッチングを見せてました。で、6回からは兄貴が投げる。しっかりね、調整バッチリなんじゃないでしょうか。打たせて取って全員無失点ですね。投手戦になっております。なんとか点取りたいっていうね、実際公式戦想定してますから、点を取っていかなきゃいけないぞっていう話をしております。さあここでゼブラさん、ピッチャー交代しました。これね、ちょっとスリークォーターから力のある、なんかこうジャイアンツの戸郷選手のようなね、感じですけど、先頭竹ちゃん、ね、抜けた変化球外れてファーボー、ナイスお散歩。さあ続くカモシ、うわーい、ここでしっかり叩く意識を持って進塁だ、チャンスを作ります。さあそしてジュンが続いてワンアウト一三塁、私が打席に入ります。初球、勢いのあるストレートですよね。正直速っと思いましたね、はい、このボールをしっかり、なんていうんですかね、立ち遅れないように対応していかなければいけませんっていう、このケースやっぱゲッツは避けたい。しかし、叩きに行き過ぎてポップフライもダメ。そんな中でしっかりとカウントを選んでいって整えていきます。さあ平行カウントからこれも高めに外れて、これで3-2ナッシングから持ってきました。ここはね、ベンチの意図としてもなんとか三塁ランナーを返すバッティングをお願いしますと、無言のね、無言の指示です。なので私は叩きつけました、ドン、よっしゃ。そして三塁ランナーのタケちゃん、好スタート切っている。しかしセカンドホーム投げるもセーフ、貴重な追加点を叩き出しました。僕も拍手してますけどね、やりましたっていうね、こういう状況の中でこういう点の取り方が、公式戦ではないけどもやっぱできていくっていうところは非常にね、チームとしてプラスになっていくので、しかしタケちゃんナイスランでしたね、早い、うん。試合は3対0でやっぱりが勝利でございました。いい調整できてる気がします。ゼブラさんありがとうございました。この後おまけあります。タニチャイポン、やばいやばいおーいいい目つき、いい目つき、すごい逆光だ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 、躍動している
おやみ。